こんにちは。今回は、ディシアの性能を解説します。まずは通常攻撃。基本使いません。シャレオツですね。次は、元素スキルについて話します。ディシアは元素スキルで中段耐性を付与します。こちら、ディシアは一人で20の中段耐性を付与します。一つ目は通常のスキル効果の中段耐性。そして、もう一つは固有テンプによる中段耐性です。一見するとかなり強烈な中段耐性に見えるのですが、強烈なのは、固有テンプによる中段耐性の付与です。こちらは、18秒に1度9秒の中段耐性付与。ディシアのスキルは継続12秒なので、スキル発動後、再設置も含めて9秒です。ディシアのスキルの固有テンプなしの中段耐性は普通に、行く秋よりもしょぼい中段耐性付与なので、この9秒 CT18 秒、という設計。サイレイと若干噛み合わせが悪い。ですが、設置時間12秒、CT20 秒なので、隙間を空けずに、ディシアにはスキル設置だけをしてもらいたい場合は、注意が必要ですね。ただ、だいたいスキル満了と爆発を毎回回してれば、18秒ほどになるので、固有テンプの CT は問題ないが、中段耐性爆盛りは9秒しか、ないことに注意です。例えば放浪者で言えば、スキル後半にはこの爆盛りがなくなってると思う。で、肝心の肩代わりです。カット率はテンプを上げれば上がっていきます。最大で 50% になると思います。ディシアへの負担ダメージは固有テンプで軽減されます。とはいえ、出場キャラには 50% 分は入るので、ヒーラーなし、という場面はなさそうです。ちなみに、見てもらえればわかると思いますが、微妙に減ってます。ちなみに、これ時間差でも HP が減るので、飛行体験のスタックを持っていかれます。いや、どんだけモチーフ引いてほしいんだって思ってしまった。完全リアルタイム同期で、この余韻ダメージは必要だったのだろうか。ちなみに、シールド貼ってれば余韻ダメージ入りません。まあ、飛行体験のスタックを意識するなら、シールドはどうせぶち込むと思うので、ご安心ください。飛行体験のスタック相殺はシールドでカバーできます。続いて、スナップショット検証。結果としては、スナップショットできました。ベネットなど、攻撃力バフがある状態でスキルを設置すると、設置中にバフが切れても、バフは継続しました。デモでベネットと合わせられていたように、スキルも噛み合う設計です。一応スキル粒子は2度押しするなら、理論値4個かな？一定の割合で追撃攻撃がヒット時に粒子発生します。70族のディシアで爆発回すには少し少ないですね。続いて、細かい解説。スキル通常スキル通常としても、追撃の CT は置き直しても継続するようで、スキル通常スキル通常の2回目の通常は最速入力では追撃が出ません。サイレイを使う人は、単体に対して最大4回ではなく、3回のスキルヒットです。一応スキルは全てのヒットで付着しました。毎回炎付着できています。続いて、元素爆発。通常やスキルを連打すると、攻撃回数が増えます。最大で10回殴れます。多分長押しだと対応してなさそうだった。こちらは、元素爆発扱いなので、イエランや北斗、行く秋の追撃は発生しません。70族で爆発は結構重たいのですが、ディシアで火力を出したい場合は大事なパーツとなります。一応、攻撃力と HP どちらにも依存します。固有テンプについて、左のやつは、スキル解説で言いましたが、スキルの2回目、そして爆発発動時にスキルが設置されていた場合、6秒間ディシアのなんたらの血によるダメージを 60% 減少。
これは、ディシアの肩代わりするダメージを指します。下のやつは、先ほどの超中断耐性ですね。スキル発動後9秒間中断耐性付与、CT は18秒。祭礼を使う人は気をつけてください、くらいです。あとは、スキル初回設置時点から9秒です。編成によってはスキルの2回目は押さない方がいいかもね。2個目の固有添付。こちらは、ディシアの HP が一定水準を下回ると回復。20秒に一度なので。スキル CT と同じですね。普通に嬉しい感じの添付です。それでは、生物。開花や燃焼を視野に入れるなら、金メッキ、烈開花特化なら楽園。あとは、火魔女は爆発やスキルダメージを上げつつ、炎反応のダメージを増やしてくれますね。ディシアでダメージを出したいなら絶縁もあります。で、サポート運用なら洗顔や共感4がいいでしょう。風太や宵宮や関羽など、出場の直前くらいにスキルを設置すれば、超強力中断耐性をつけて殴れると思います。生物は、3パターンあります。まず、烈開花燃焼系で熟知染め。環境的には遠間より烈開花の起動回数が落ちても、下手に殴るより烈開花の方が安定してダメージが出ます。そして、アタッカービルド。スキルの設置と再設置ダメージが完全に攻撃力のみなので、無凸であれば、攻撃力でも HP でも良さそう。一凸すると HP 割合依存が増えるので HP 時計がいいでしょう。耐久、壁、として使う人はフル HP でいいと思います。ちなみに気になるチャージは160-180程度必要です。編成にもよりけりですが、サブ火力で使う場合は爆発必須です。絶対に安定して爆発を回しましょう。続いて、武器ですが、ダメージを出すならモチーフや末路、そして、マグロ両手剣や、今回の配布武器なんかも良いと思います。祭礼は、完全に烈開花用なんですが、どうしても行く秋とかと組みたい場合です。爆発さえ回してれば、祭礼用必要性はだいぶ低いです。とりあえず並べるならこんな感じかと思います。HP 運用するなら銭形や金の剣なんかも候補ですね。武器の選択肢自体は広いと思います。用途、チャージ、で何が必要なのか考えて装備するといいと思います。とりあえず、生地の火力が欲しいならモチーフや末路、マグロ体験あたりをおすすめします。それでは、おすすめ編成。一つ目は、勝利の枠にディシアを入れる。風太を、宵宮、関羽あたりと組ませる感じですね。ディシアの9秒間継続する中断耐性は目を見張るものがあるので、CT18 秒継続9秒に注意をしていれば、宵宮や関羽のような弓アタッカーとも組めると思います。とはいえ、宵宮は継続10秒なので、後半は必ずのけぞる可能性が高いことは注意です。続いて、炎染め。ディシアの爆発が水にコンビと相性が悪いので、クレイのように炎だけで組みます。好みでシャンリンの枠をアヤトやモナに変えてもいいかと思います。最後がこちら、烈開花ディシア。こちらは、かなり完成度が高いと思ったので動画で、ディシアが祭礼をつけてしまっておりますが、ローテーションは、ディシアのスキル設置かなヒーダからスタートで、ここにクラゲ、アヤト爆発、と繋げてアヤトで殴ります。アヤトで殴り終わったらここに爆発でクラゲを更新して、今度はディシアのターンで、大量の飴とクラゲと白菜から烈開花していきます。熟知ビルドなので、ディシア自体の火力は低いですが、装備や生物を調整していけばもっと良くなると思います。まあ、設置して水付着できるキャラがアヤトとココミくらいしかいないんだよね。片方をカズハとかウェンキとか一応スクロースとかにして、疑似的に水元素設置物を作るのも良いかもしれません。キャンディスと爆発が反応してくれたら、貫突キャンディスと合わせてたんですけどね。一応編成はまた別で動画にする予定です。今回は初日考察なので、もっと良い編成が出てくると思います。マグー3体で1分17秒、まあまあいい感じです。ちなみに、欠点は燃焼の事象でたまにお釣ります。集団戦に強い編成ですが、燃焼の事象集団は少しきつい。
ということで、初日のディシア考察ですが。まあ、普通かなって感じです。限定なら狙うほどのキャラではないと思いました。工場組に絞って言えば、すり抜けるならモナの方が嬉しいと思います。用途は広く使えるんですが、やっぱり爆発中に行く空きやイエランの追撃が出ないのがどうしても、評価を下げている気がしますね。というか、それさえあればどんなキャラでも使いやすい。って感じです。スキル CT が少々長いですが、爆発をちゃんと回してれば隙間ができても1秒2秒ほどなので、そこは安心しました。しばらく使った評価や、海外で主力の編成とかは今後動画にします。以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。